それではですね、時間がちょっと超えてしまってますけれども、年末のお忙しい時にまた寒い時にですね、ご参加ありがとうございます。今日は2つのですね、講演を拝聴する予定にしています。1つ目はですね、福田筑紫病院の臨床保育士の高野さん、小児の IBD の患者さんをですね、いろいろ見てくださっていて、非常に興味深いワークショップとかもされているんですよね。で、その内容を多分紹介していただくと思います。それから2人目はですね、うちの足塚先生が炎症性腸疾患の治療の最新情報ということで、今もたくさん潰瘍性大腸炎もクローン病もですね、治療があって、それぞれに特徴があって、副作用も各々の薬にですね、いろんな副作用がある。でただ副作用ばっかりじゃなくてですね、かなり有効な効果的なお薬も出てきてますので、それを効果的に使うというのがですね、今の炎症性腸疾患の治療 の最前線になります。で今日はその話をですね、足塚先生が多分分かりやすくですね、優しく教えてくれると思いますので、どうかお楽しみに。それと一つビッグニュースがあってですね、今後ろに、カメラがあります。でこれ僕が今喋ってるのを撮ってるんですけど、今福岡大学病院ではですね、いろんな講義とかの、動画をですね、 YouTube ってご存知ですよね。 YouTube で配信しています。なので患者さんが、今日来れない方、ご家族の方もですね、来たいけど見れないということを配慮して、この動画を配信することにしました。なのでお親しい方でですね、同じ病気で苦しんでらっしゃる方とかがおられたらですね、ぜひご紹介してあげていただけたらと思います。でご安心ください。質問のこととかですね、それからお顔とか個人の情報が漏れるようなことは配信に載せませんので、後のご質問とかの時はですね、もう自由にできるだけ皆さんの思ってらっしゃることとか質問とかをですね、活発にお聞きしてお答えしたいと思いますので、今日はどうかよろしくお願いします。皆様はじめまして、私福岡大学筑紫病院から参りました高野と申します。本日は貴重なお時間いただきましてありがとうございます。本日は10代の炎症性腸疾患の皆さんに向けた取り組みについてご報告をさせていただきたいと思います。まず本題に入る前に少しだけ私の仕事についてご紹介させてください。10代の皆さんとどんな関係性で日頃病棟で関わっているのかということを初めにお伝えさせていただくことで、これからお話しすることが少しリアルに受け取っていただけるんじゃないかなというふうに思っています。臨床保育士ってどんな仕事ですかということをよく聞かれます。入院する0歳から15歳までの方が対象です。一緒に遊んだり勉強したりしながら治療してみようと思えるように手伝う仕事です。周辺の資格だったり役割というものは多いと私は感じているんですけれども、私はチャイルドライフコミュニケーターという、医療と教育と芸術を通して子どもたちとコミュニケーションを取っていくという、ことを勉強してきました。先ほどのチャイルドライフコミュニケーターの養成課程でこのような指導を受けました。とにかく子どもたちから見て、あの人暇そうだなって思うように病棟にいなさい、どんなに周りが忙しそうでもちょっと話しかけてみようかなとか、ちょっと遊ぼって行ってみようかなって思えるようにいることが仕事だというふうに言われていました。また思春期とは玉乗りをしているような状況だよと教えられたこともすごく印象深く思っています。他のお友達と一緒のようにありたいなという自分と、
自分は他の人とは違うのだというところを行ったり来たりしながら常に揺れ動いていく時期だというふうにも、教えられました。なので、幼児や小学生とはもちろん異なる関わりが必要になってくると思います。 YouTube やゲームが私のライバルです。最初は負けてしまうんですけれども、だんだんと飽きてきて、毎日ペットのところに挨拶に行くうちに構ってくれるようになってきます。空腹時に軽量粘土で絶食の時にですね、軽量粘土でミニチュアのクロワッサンを一緒に作ってみたりとか、2リットルの下剤をいかに苦痛なく飲むのかというようなことを10代の皆さんから感想やテクニックを集めていって次の人に伝えたりするっていうようなことも私の役割だと思っています。トランプなどを一緒にする中で、皆さんリラックスした中でポロリといろいろお話ししてくださるんですけれども、家族とか学校の調整など、そのほとんどを皆さん孤軍奮闘されているように私は感じました。なんで自分だけという言葉を聞いたり、学校や将来への心配事を聞いていく中で、何か少しでもできることはないかなというふうに考えて、4年前から10代の IBD と診断された皆さんを対象に話し合ったり出会ったりする機会を作るように多職種と一緒に活動しています。今回このような機会をいただき、子どもたちのつぶやきを聞く職種の一人として何か皆さんと一緒に考えることができたらなというふうに考えています。まず、私どもが実施した同世代同疾患患者との交流経験について調査の結果を報告させてください。対象は29歳までの IBD と診断された方たちです。18歳から29歳では交流経験があると回答したのは27名中7名、 26% でしたが、17歳以下では7人中7人が交流経験がないと回答しました。17歳以下ではリアルな存在として同じ疾患の同世代に会う機会がとても少ないということがこのことから分かりました。10代の患者数を福岡市の中学校生徒数に換算するとおよそ3校に1人程度という計算になります。これは学校の規模にもよるかと思うんですけれども、計算するとこのようなことになります。3校に1人程度という割合です。出会う場がなく、そのため実態が見えず、各個人で課題解決を行う現状につながっているんじゃないかと考えます。実際に病棟で子どもたちと遊んだりしていくと、いろいろなコメントを聞かれるようになりました。授業中とかに手を挙げるのが仕方がないって思うけれども、もう挙げ続けるのが嫌になってきたとか、あとはこれからどうなるんだろうっていうことが、なんで自分だけっていうところは一番多いように私は感じています。そこで出会う機会を作ってみようというふうに考えました。その目的をこのように設定しています。同じ病気と診断された同世代と会うこと、その中で他者の経験を知り、他者に自分のことを伝えるという体験をしてみてはどうだろうか、何か支援につながるんじゃないかというふうに考えました。また IBD と診断された10代に向けた支援プログラムの実施を重ねて、どんな経験をしているのかを私たちが知って、何かできるだろうかということを、見つけていきたいというふうに考えました。方法です。あなただったらどんなアドバイスをしますかということを皆さんに投げかけました。A さんという架空の患者さんを設定しました。 A さんは診断されたばかりです。10代の経験者の人たちは皆さんの経験に基づくアドバイスを A さんにしていきます。他の人がどんなアドバイスをしているのかというのも同席をしていると知ることになっていきます。また2020年以降は医療教育デザイン分野の専門職もその輪に加わっていきます。
これまで3年間で4回実施してきました。初年度は2回院内のこのようなホールに集まっていただきました。コロナ禍になった2020年度以降はオンラインで実施をしています。この試みは研究として実施してまして、福岡大学により倫理的な問題を持ち合わせていないかどうかの審査を受けて承認を得て実施しています。また2020年度以降は国から科研費という研究費を獲得して実施するようになりました。こちらがワークショップのルールです。皆さんと一番最初に共有します。話したいことは話さなくてもいいです。全く一言も話さずに最初から最後までいることも、それも参加のあり方の一つだということで、皆さんと共有もしますし、発言を無理に促すことはありません。またワークショップの中で知った他者の存在や意見、体験は他の人には話さないでくださいということもお約束しました。録画ができないということだったり、お手洗いの体質が自由だったり、他の人の意見を否定しませんということはすごく大事にしているところです。最初のワークショップを実施しました。18歳までの人と10代で診断された29歳までの人に集まっていただきました。この中で分かったことは、ケアサポートの経験の少なさと、でもそのニーズがあるということでした。もう一つ分かったことは、周囲の協力者の存在で生活がしやすくなるということ。その一方で協力者を得る、病気を公表するということはすごく勇気がいて難しいということでした。周囲の協力者の存在で生活しやすくなる、その一方で協力者を得ることは難しさを、協力者を得ることに難しさを感じているということです。これは10代で診断された20代の先輩がその場で皆さんに言ってくださった言葉です。勇気を出して病気のことを伝えたときに、分かってくれない人に会うと傷つくし悲しい、でも分かってくれる人はあなたの宝物だよというふうに言ってくれました。他者に伝えるかどうかというのはその人自身の判断によるところだと思うんですけれども、もし話してみようと思ったときに伝えるための手段を作ってみたいというふうに思いました。またその過程にいろんな分野の専門職も一緒に入ってもらえたら、より子どもたちにとってプラス の環境になるんじゃないかというふうに考えました。そこでその翌年は、これはコロナ禍なのでやむを得ずオンラインになったんですけれども、18歳までの人8人とデザインと医療教育の9職種14人にオンラインで集まっていただきました。まず冊子を作るためのデザイナーに入っていただきました。医療者は管理栄養士、臨床心理士、薬剤師、外来ナース、小児科ナース、あと小児科の医師と消化器内科の医師に入っていただきました。また学校からは中学校の教諭と養護教諭にもご参加いただきました。私も参加しました。この場では皆さんも10代の皆さんも専門職も関係性は対等であるということを最初に確認をします。何かを指導するためにこの専門職が来ているわけではありません。むしろ専門職から10代の皆さんにこういう時どんなふうに感じているのとか、病院の人にどんなふうに言ってほしいっていうようなことも、質問したりする場面も多くありました。子どもたち自身の経験と言葉と、3分野の専門職で双方向に議論をして冊子を作成しました。ここに実物があるんですけれども、 B5 サイズの16ページあります。中高生がカバンの中に入れてもいざという時にシワシワにならない厚手の紙でできています。デザインもシンプルなものが男女とも使いやすいよということで、このようなデザインになりました。作成した冊子の中身を少し見ていただきたいと思います。皆さんからいただいたアンケートの内容を
このように示しました。こちらのアンケート回答のいくつかをこの後抜粋して見ていただきたいんですけれども、私が手渡した10代のお母さんからは、まずこのページを見ただけで、ああ自分の子供がだけじゃないんだ、自分のうちだけのことじゃないんだなっていうのを、これを見ただけで安心するなって眺めていらっしゃったのがとても印象的でしたし、それほどご家族って孤独にいていらっしゃるのかなというふうに私は感じました。先ほどのアンケートがたくさん載ってたんですけれども、例えばこういうことを書いています。発症後の学校行事にどれくらい参加しましたかということです。8名中7名が何らかの行事を欠席してました。その原因は4名中3名が病気にあるとして、その要因は症状や病気への不安、入院していたことなど様々でした。漫画より絵や文字よりも絵や漫画の方が見やすいし、誰かに見せるときもパラパラっと重くならないように見てもらいたいなという意見もあったので、子どもたち発案で4コマ漫画やイラストを中心に展開をしています。成分栄養剤を取るタイミングや保管方法について、養護教諭や薬剤師、教員も加わり、子どもたちの工夫や困りごとに対して学校でどういう工夫ができそうか、してほしいかについて議論をしました。例えばみんなの前で成分栄養剤を飲むのが気になるよっていう場合は、保健室で飲んでるよっていうアドバイスをした方もいらっしゃいますし、薬剤師さんからは、実は24時間冷蔵庫に入れなくても大丈夫らしいよっていうことを、情報を見て皆さんへえというふうに驚いたりするようなこともありました。あとはこの右上のトイレ対策と の部分とかでは、学校の例えば体育館でみんなで立っておかないといけないときに、トイレに行きづらいときはみんなどうしてますかっていう質問については、端の方にいさせてもらえたら、みんなに気を使わずにあまり目立たずにトイレに行けたりするからいいよっていう、そういう私たちからするともしかしたら小さな工夫かもしれないんですけれども、それによって安心を受ける10代の方も多いんじゃないかなというふうに感じました。この取り組みは昨年度2つの賞をいただきました。厚生労働省の子ども家庭局長賞、団体賞、また第15回のキッズデザイン賞の研究部門をいただきました。公に認められたということは私たちはすごく喜びました。賞をもらったから嬉しいのではなくて、10代の参加者の皆さんと一緒に受賞できたということがすごく嬉しかったです。皆さんの体験がこれだけ価値があるもので社会的に認められたんだよっていうことをすごく皆さんと喜び合えたことが良かったなというふうに思います。この冊子を持って受賞したよっていうことを母校に持っていったら、すごく先生たちから褒められたとか、そのうちの一人は高校で講演を頼まれたよっていうことで、ちょっと自信ありげに話してくれたことが、この取り組みの何よりの成果なのかなというふうに感じてます。ワークショップを通じて病気への知識や対処法を獲得する一助となること、また賞をいただけるということによって、社会的な意味合いで病気の経験は誰かを助ける貴重な経験であると、価値があるものであるということにも思いがけずつながったのかなというふうに考えます。また医療以外の分野との連携による医療者の気づきもありました。ワークショップの準備をする中で、ある中学校の先生が私にこういう話をしてくれました。高野さん、中学生の女の子が自分の お父さんと同じ年齢の担任の先生にトイレに行きたいって、そう何回も言えると思いますかっていうことで、もし、当然病気の症状だから仕方がないよねとか言わないと何も変わらないから仕方がないよねっていうのは大人の理屈であって、中学生っていうのはそういう時期なんです。もし担任の先生に言いづらかったら、部活の先生でも前の学年の担任の先生でも保健室の先生でも誰でもいいから、とにかく言える人に言ったらいいんだ。
本人の了解があれば学校ではその情報をその学年で共有することになっているので、そこは心配しなくていいよっていうふうに自分は言いたいなというふうにお話ししてくださいました。私も小学生の子供を持つ母親の一人でもあるので、こういうことは担任の先生に言わないといけないっていうふうに私個人も思っていたので、ああそうなのかというふうに思いましたし、この話を伝えたいなと思った親子さんの顔が何人も頭に浮かびました。ワークショップを通じて関わった専門職にもいろいろな気づきがあったのだと思います。今後についてです。思春期の IBD と診断された皆さんは、副学後学生生活に変化があるという傾向にあるということがワークショップを通じて分かってきました。この冊子やワークショップがどんなふうに役に立っていくのかということを今検証しているところです。この疾患には多様性があり、10代の皆さんにはそれぞれ個性がありますし、環境にもそれぞれ違いがあると思います。それぞれ違いがある中で、では皆さん失敗をしながら自分に一番合う方法を見つけていくしかないのでしょうか。すでにもう十分頑張ってらっしゃる皆さんに、私はこの言葉はかけられないなというふうに感じました。失敗しながら対処法を見つけていくというのは正論かもしれないですけれども、そこで私たち大人が何か一緒に伴走していく方法があるんじゃないかな、みんなで見つけていく方法があるんじゃないかなというふうに考えています。最後に先ほどご紹介したこの冊子の後書きをご紹介させていただきたいと思います。急に桃太郎の絵が出てきたんですけれども、旅立つ桃太郎にせめて仲間を得るためのきびだんごを渡したい、退院する皆さんの背中を見るたびにそんなことをふつふつと考えていました。この冊子はそんな思いを込めました。困った時、心配なことがある時、どうか思い出してください。あなたは一人ではありません。この冊子が皆さんが誰かに伝えようと感じた時のお守りのような存在になりますように、そして一人でも理解者が得られるといいなというふうに考えているという旨伝えさせていただきました。この桃太郎の絵を描いたんですけれども、子どもたちが迎え先は鬼ヶ島でも鬼退治でももちろんありませんし、お友達は古文ではないのがもちろん当然のところだと思います。何かこう頑張らないといけない現実に立ち向かうというのの例えとして桃太郎を書かせていただきました。今回お話をさせていただく中で、大人になろうとする10代の皆さんがすでに皆さんの自身の世界がある年代なんだなということを改めて考えましたし、桃太郎に例えるとおじいさんおばあさんは一緒に鬼退治には行くことができませんよね。退院する10代の皆さんに私たち大人はついて回ることも助けてあげることもできないんですけれども、でも仲間や理解者を得るためにきびだんごだったら私たちにも作ることができますし、持たせることができるかもしれないなというふうに考えています。戦って帰ってきた時に戻ってこられる場所を作っておくこともできるかもしれません。一番の味方はご家族だと思います。でも学校や医療、それぞれの専門職にもそのお手伝いができる可能性があるんじゃないかなというふうに私は信じています。以上です。ありがとうございました。